まずは一応、高額打法吉田君。高額打法は俺結構信用してるから。天才原山本君。で、変化球の体力が見事広瀬君。バントの技術が高い渡辺君。高リード 10% 渡辺君。将来性小坂君。逆境松田君。2034年度、智弁黒豚高校、入学式、参りましょう。天才やだ、ごっちゃんでーす。和田はいいよ、和田は。転生かな、これは。いいよ。これは話別だよ、これ。和田はいいよ。天才派だね、そうだな。広瀬も来てるじゃん。10% の。あれ広瀬じゃなかったっけ渡辺か、渡辺だ。じゃあいいです。渡辺ね、はい。帰っていい。まず松田は196、いいでしょう。初球丸、逆球丸。右側がちょっと絶望だな。これは使えない。中学までセンスで野球やってましたみたいなタイプか、お前は。これ厳しい。うん。高校野球からはレベル変わるんだから。続いて小坂くん。小坂くんは、将来性の枠。はい。146。まあまあ。ちょっと下振り超えてるかなっていう感じ。タバコは吸ってないけど。ゴロピッチャー。ああ、まあまあまあ。タイピンチぐらいだったら、まあ見てられる。ゴロピッチャーはもう内野の守備良くないとまるで生きないから。選球眼。あ、右側いいじゃん、君。野手で覚醒してくれる方が熱い。覚醒のタイミングによるかな、君は。続いて渡辺くん。渡辺くんもどんなやつか忘れた。はい。187。まあまあ。バントまでさよなら男、選球眼。あ、いいでしょう。それならいいでしょう。まあ、送球いいだけど、外野だからまあいい。次で、広瀬くん。はい。165。うん。ホーム死守。大変かけばれ。右側がちょっと怪しいね。うん、とりあえず、パワーバカみたいな感じかな。うん。逆立ちで腕立てしながら投稿してます。広瀬です。やばすぎ。家は駅3つ分離れてんだっけ？そっからじゃあ、逆立ちで腕立てしながらやってください。続いて、吉田くん。はい。193。あれ？まあまあいいよ。広角打法かくな。あ、広角打法ね。チャンスいい。まあ、こんなんええわ。高校野球大丈夫かな？軟式上がりだけど大丈夫かなっていうマインドでチャンスがいいになってるだけです。はい。お前心が弱い。まず辻くん。これはまだ一般入部生ですね。はい。160。あら。一般入部生にしたらいいな。死に上がりかな？走塁 B、対変化球丸、悪球打ち。まあ、対左ぐらいで。悪くはない。一般入部生にしたらいいよ。グローブ買ったらまだいける。まだ見てられる。走塁 B は結構いいよ。次で山内くん。はい。131。あ、守備系ね。守備系の男ね。はい。あー、ま、ザ・無難くん。まあ、ぼちぼちじゃないですか。ザ・一般入部生。そんな感じ。まあ、守備固めですね。次で渡辺くん。はい。109! ギリギリ右側次第です、あとは。君は。8運タイピンチ伸び。あ、ちょっと使えないな。ちょっと厳しいな。右側がちょっと絶望。スタミナ F39。ちょっと矢に入れてますね。これちょっとだけ入れてます。はい。8年に一度、ピアニッシモ一吸いだけしてます。じゃないと落ち着かないみたいです。8歳の時に1回吸ってます。高1で入学式を迎えたらもう1回一吸いだけします。じゃあ、まず山本くん。まあ、一応天才原なんでね。今日サブポジもあるんでね。キャッチャーがちょっといないんだけど、まあ、最悪キャッチャーの必勝本2冊あるんで、叩けると思います。山本くん。右側が良ければいい。はい。153。まあまあ。よくこれで153乗ってるね。選球眼。あー、もう右側が、優秀です。右側が完璧。強い。こういう天才肌が一番いい。これ、素晴らしい。飯食える、これ。積極盗塁。いいね。長野、怪しいな。そんなことないだろ、お前。違うでしょ？長野はそんだけで神奈川でしょ？やめて。長野に2ヶ月か3ヶ月いただけるでしょ？親の転勤とかで。まあ、すぐにキャッチャーは厳しいかな。守備がちょっと怪しいんで。最後、和田くん。和田剛くん。見ていきたいと思います。ここでの誰てめ案件はもういらない。こんな夜中に叫びたくない、俺も。お願いします。はい！
終了。おしまいです。もういいもういい、わかったわかったわかった、誰かな君はもういい、帰っていいですよ、終了終了。クイック F いらねえ。右側いいですよ。喋んじゃねえよ、喋んじゃねえ、誰だてめえは。スタミナ G-11 やばすぎ。何捨てんのタバコ。あ、アイスブラストです。1日にどれぐらい。580カートンです。吸いすぎでしょうね。はい、なさそう。やばい、いらない、使えない。君はお話にならない。チョコザンスまで行け。今からカップラーメン食べてみます。てってれーつ。いらない、お前は本当。ベンチ豚、これでいきたいと思います。噛みつき防止マスク、噛みつき防止マスク、これしときます。まあ山本が天才でよかったねって感じですか。まあ小坂がエースかな。じゃあ覚醒しないとやばい。もう最後の締め悪すぎ。さあ1年生、マネージャー希望の1年生、可愛い女の子、わたいちゃん、あら猿みたいだね髪型。一発目一言目それは絶望。はじめまして監督、私わたいと言います。あら猿みたいだね髪型、一発目絶望。多分すぐやめると思う。第一印象悪すぎ。あーまあ悪くないけどね。まあまあまあ、この金子ちゃんはまあほぼドスコイ枠なんで、まあ顔は可愛いけどね。一回出てきてみる。あーまあ悪くないじゃん、悪くないじゃん、いいよ悪くないけど、ちょっと髪型変えよう。猿みたい。お父さんの睾丸、片方が猿のです。父突然変異で育ってます。とんねえ。父方の問題これは。父の問題これは。別にあの子は悪くない。